声優になりたくて大阪から東京に上京してきて3年になります。看護師とご飯を食べていける声優を目指して、活動をしています。夢をチャレンジせずに諦めるのはいかがなものかと思い、憧れみたいなのを夢にしたらなんか変われるかなと思って応募しました。将来自分の好きなことを思いっきりやれるように第一歩としてこのオーディションに参加させていただきました。一生マイク前に立ち続けられるように精進を重ねたいと思っております。声優さんは未経験なんですけど挑戦してみたいと思い応募しました。ドリーム声優オーディション2020グランツリー武蔵小杉グランプリは6番節かなさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。受かるっていう経験ももちろんしたことがなかったのでちょっと人生で一番嬉しい誕生日プレゼントになりました。頑張ります。ありがとうございました。おめでとうございます。